岡県久留米市の城島町は全国でも有数の瓦の産地です。何百年の風雨に耐えられる強度と、いぶした銀のような光沢が美しい城島瓦。屋根瓦だけでなく、迫力のある鬼瓦などの生産、最近ではモダンなランプシェードなどの製造も行われているそうです。九州国立博物館の遊歩道の屋根は城島瓦なんですよ。江戸時代に有馬港が丹波の国から瓦港を連れてきたことに始まったとされ、約400年の伝統があります。それではこの迫力のある鬼瓦を作った宮原さんの工場を見学してみましょう。こんにちは。城島鬼瓦の製造工程を見学させてください。はい、どうぞ。まずはどんな形の鬼瓦を作るかデザインを決めます。美しい城島瓦を作るには良質の粘土が決め手です。不純物を取り除いたきめの細かい粘土で土台を作り、型取りをします。手びねりで土を積み上げたり、石膏型などを使用して成形をします。機械を使う場合はプレス機で一気に成形します。半乾きの状態になったら、雲母をかけて光沢が出るまで手や竹べらで磨き上げます。この磨きが城島瓦独特の深みのある光沢になります。時間をかけてゆっくり完全に乾燥させます。さらに光沢と強度を出すために刷毛土という泥礁をかけます。釜に入れ温度を1000度まで上げ、一昼夜かけて焼き上げます。3日ほど冷まして釜から出し完成です。出来上がりまで瓦で約3週間、鬼瓦で約1ヶ月から2ヶ月かかるということです。瓦というよりは一つの芸術作品のような感じですよね。そうですね。城島瓦は福岡県指定特産工芸品にも選ばれているんです。すごい、さすがですね。城島瓦の魅力といったら何になりますか？城島瓦は一言で言ったら台風または雨風に強いということですね。宮原さんがこれから目標とするようなことはありますか？日本だけではなく、はい、世界でも通用するような新しい瓦製品を開発して、城島瓦のブランド力を高めることが目標になります。城島瓦は今壮大なスケールの計画を進行中なんですよ。ということで、壮大な計画を進行中だという城島町商工会館にやってきました。城島瓦で壮大な計画があるとお聞きしたんですが、教えていただけますか？私たちは筑後川にですね、たまったガタ粘土っていう粘土をね、これを原料にして、城島瓦の製造技術を使って環境とか健康とか景色に優しい、そういう製品を作りたいと思っています。原料はですね、もともと筑後川にあるものですから、まずは筑後川の護岸に使っていこうと。で、長い時間経てばその護岸がまた筑後川に帰っていくということで、完全なリサイクルの概念があるんですね。で、こういう環境っていうのはですね、世界にもいろいろたくさんあるんで、もしその筑後川でうまくいけば、だからその世界的にグローバルにその応用可能な技術になると、こういう期待をしているわけです。瓦を芸術にまで高めた技術力を誇る城島瓦、今大きな変革を試みています。日本のみならず地球全体の環境を考えたグローバルな取り組みに今後も注目したいですね。